11日木曜日は梅雨前線が北上し、関東でも梅雨入りとなる可能性があります。前線に向かって湿った空気が流れ込むことで雨雲が活発となりそうです。では雨雲の予想を見ていきたいと思います。前線周辺では1時間に50ミリを超えるような非常に激しい雨が降ったり、局地的には80ミリを超える猛烈な雨となる恐れがあります。強い雨によって道路冠水が発生したり、比較的小さな河川が急激に増水氾濫する可能性もありますので、十分にご注意ください。今後のお天気アイコンで見ていきたいと思います。週間アイコンを見ていきますと、明日は全国的に雨が降ります。その先もですね、週末にかけては東日本や西日本で雨の降りやすいお天気、梅雨空も続いていくところが多くなってしまいそうです。特に西日本の太平洋側の地域では大雨による大雨災害に警戒をしてください。